さて、始めましょうか。ミステリー事件簿、ダイヤグローブの聖なる森。続きです。どこまで来たっけ？思い出しながら喋るから、なんか変な、感じになっておりますけど、イントネーションが変？もともと喋るのは下手。そう。ミストウォーカーと話ができるようになったんですね。多分。起きてーっていうか、よう寝とるの。意識を失っとるというよりも完全に寝てるような気がするんだけど。意識を取り戻さなければ。さて、こんなものをもらったけど、狼のタイル、戻って、ここかな？このタイルだね。おい。誰かくれたんだっけ？なんだっけ、これ。開いたー。鹿ですね。鹿。今日はいろいろと、もう春になるといろいろと忙しくなりますよね。バラに今日は殺虫剤と殺菌剤を、撒きまして、撒きまして。ちゃうな。こっちかな。これだ。結構時間かかるんすよね。はーい。ちょっと手間食いましたけどね。反応がね。反応がねえってどういうことよ。鎌で何するんだ？あ、ミストウォーカー。今はミストウォーカーだった。話ができるミストウォーカーを見つけられればいないかな。話したいな。あの親父、目覚めさせるの大変そうなんだもん。鎌で殴るか。話す前に、ちょっと、軽く、ここに火をつけたら、ダメかな。軽く傷つけたら、死ぬ前に少し話ができるんじゃないか。鎌。そんなこと考えてないで、鎌使えるとこ探そうよ。これな、凍ってるのに鎌使えるのかな？鎌使えそうなとことかあったっけ？ここ釘抜きだよな。下傷気になるけど、こういう感じじゃなさそうだな。鎌。一回戻ってみるか。ここは開けてるしな。鎌じゃないしな。鎌で斧を取るっていうのもな、違うような気がするな。あ、ここだ。鎌じゃダメか。斧じゃないとダメか。おう。ダイヤグローブの観光シーズンは終了しました。悪天候のためダイヤグローブは被害地域に指定され、避難勧告が命令され、発令されています。ほいほい。なんか最初に読むべきところを 今頃になって気がついたぜ。
リスちゃんとこはもうないし、あ、思い出した。あーって突然でかい声を出してしまうが、あ、ここじゃない。こっちに行ったらさ、ここに鎌がいる。鎌使えそうなとこあったじゃん。この時期に赤い実がなってるっていいね。なんだこれは。これを開けるにはこの飾りにぴったりはまるものを見つけなければ。満足全くありませんね。発電機はまだ使えるんだろうか。そういう問題なんだ。あともう一個これ探せばなんとかなるんだな。ここには何もないかな。キーがなくなっている。カードキーじゃダメそうだよな、これ。ほへほへ。ミストウォーカー炙ってみようかな。君なんかくれない？あ、ここなんかあるんじゃない？あ、あった。はあ。あったぞ。ああ、字消えた。あ、字読めるようになった。我々ミストウォーカーは。聖なる森の平和と守護者の霊を守ることをここに誓う。霊を守ってるっていうことね。ミストウォーカー自体が霊ではないのね。ミストウォーカーは森を傷つける者や守護者の霊の意志に従わない者に復讐する。これは重要な証拠だ。あった。よかった、おじさん。話はできなかったが、いいもんもらったで。これでミストウォーカー、もう一人のミストウォーカーと会えないだろうか。ここで、こう、なんかこう、怪しい木があるしさ、これだろうしさ。スーパーミニゲーム。嘘だろう。もう絶対これに限って、ではもうヒント見てやってっていうのが当たり前のような状態になってるよな。よっしゃ。これは何？角笛のような。お前か。 ここになんかあって、これなんでしょう。これが答えじゃないね。どこかに答えがあるはずだ。2と7。だな。あ、なんか取れた。これ何これ、これ。お、ここに似たようなものがあるけど。お、目だ。狼の顔。ここかな。あ、
開いた。おお、この中入れるとかじゃないよね。なんかかん、ん？あ、違った。よいしょ、あ、なんか来た。君もあの枝に乗っておくれ。そしたら多分折れると思う。だろうと思った。お、火ついた。お、猫。猫がいいなっていうわけじゃなさそうだな。あ、そういうことか。うん。あ、開いた。あ、あ。ヒイラギの葉っぱ。あったどこをどう7にすればいいのかわからないけど、まあなんとなく。え、でそれで、何がどうなったんだ、何がどうなったのか全然わかんないけど。あ、ここが開いた。はい、そういうのは分かりません。お、ほう、よいしょ。なんか妙にまた手まくってるな。で、これだ。おお、捕まえた。好みをあげる？好みはもう。開いた。なんか取れた。
なんかミニゲーム終わるとちょうどなんでかしら強制終了されてしまって、誰かが聖なる地を汚したと。で、ミストウォーカーにしてみればそれを守ってるわけだ。自分たちがそんなことをするわけはない。しかも森を汚した者の血だけって自分が殺されるのは分かってるからミストウォーカーはしない。ということはハンターの中にその聖なる地を汚したやつがいるっていうことなのだろうか。だいたいそもそもミストウォーカーがこの気候を操るなんてことができるわけがないと思うんだよね。普通、まあそこまで力があるって言ったら、もうマダム・フェイとかアリスター・ダリマーか。で、アリスター・ダリマー、マダム・フェイとかそんなことするわけないので、アリスター・ダリマーだよね。それだけの力を持ってるって言うと。で、まあ多分ハンターの誰かがそこに何かが用があって行ったんだよな。で、サミエルはほら息子を探してるわけだから、サミエルがそのなんとなくそこへ行ってしまった。で、それを隠してるんじゃないかと。着付け薬がそんなところで薬局にあるんだと思ってた。薬局の鍵を狼追い払って薬局に行かなきゃ着付け薬は手に入らないんだと思っていたわ。はい、ポーションだよ。起きて。おじさん。おう、起きたか。You're here. My eagle must have reached you. The curse fell on Dire Grove because... Oh, it's too late. They're coming. You outraged the forest and awakened a nature curse. Only blood can wash away your guilt.クマに襲われたくはありません。オオカミにも襲われたくはありません。おじいさん、どうにかしてくれるんですか。 あなたもしかして天候操れるんですか。もしかしてアリスター・ダリマーの生まれ変わりですか。ミストウォーカーはなぜダイヤグローブを襲ったのか、ミストウォーカーの目的について、よくわかんない。サム、大丈夫ですか。はい。あなたは誰なんですか。Who are you? Who are all of you people? We are the Mistwalkers. We live in harmony with the sacred grove.My name is Ulf. I was born with another name. But when we join the clan, we begin life with a new name. The man with the bear is Bjorn. My brother here in the deer mask has not yet earned his name. And this woman is known as Camryn. この女はって女性がどこにいるんですか？女性の姿が見えません。もう男ばっかりでさ、もう女性の姿を見たいよ。私に何か一回言いたいことがあったのでは。What did you want to tell me? I wanted to explain why I'm here. Someone from Dire Grove desecrated the sacred grove, and its spirit demands revenge. The spirit plunged Dire Grove into the deepest winter, and it won't end till whoever desecrated the sacred grove dies. Here is what we know about the spirit.精霊のせいなんだ。私に何かできることは？ Find whoever violated the sacred grove. You struggle to trust me, but you'll soon see with your own eyes what needs to be seen. We won't stand in your way. 聖なる森を Take this map. It will lead you to our camp, which you're welcome to search. Come back when you're ready. I'll be waiting for you here.When seekers enter sacred grove with evil in their hearts,
The Keeper spirit rises up in icy vengeance. Nothing but justice will still his wrath. もうな呪いを作りましたなというか、サミュエルじゃないの？ビョルンさんっていう方ですね。この方も怪しいな。何か狙ってこうミストウォーカーのところに行きませんでしたか？これが地図か。この森を抜ければたどり着くことができそうだ。ほう。こっちはいけないか。こっちかな。じゃあこっち。じゃあこっち。戻ってもしょうがないのでこっち。あ、ここだ。よーし。行けるようになりました。おー。おー、ワープしていけってか？薬局は、たどり着いた。よくわからんけどたどり着いたので、まあ曲はここら辺で終わろうかな。鹿が凍ってなくなった。あれは一体何だったんだろう。あれが本当の森の守護者の修練、精霊だったんだろうか。ああ、そういうことね。今のは精霊だったんだね。ひょろんと姿を現した鹿の姿の方は、どこへ行かれたんでしょうね。鹿の方にはまだ名前がついてないと言ってたな。キャムリン。俺の持ち物を漁るのはやめろ。これが最後の警告だ。漁るやつがいるんだ。すいません。私も漁らせていただきます。ということで、今日はこの辺りで終わろうかな。ちょっと、スーパーミニゲームでトラブルあったので、録画がちょっと心配は心配なので、証拠はまだ集まってないし、次回はじゃあここから始めるようにしましょう。物色するところから漁るなって言われてるけど漁りたくろう。それではまた。